はい、どうも皆さん、T シスンです。さて、皆さん、ちょっと前にですね、このバトルフィールドシリーズの新作の情報、バトルフィールド5の、噂がいろいろとされておりましたね。まあ結構経ってるけど、2、3週間ぐらいかな。やれ、バトルは、ば、なんだっけ、あ、バトルロワイヤルモードが追加されるだとか、次の舞台は第二次大戦だとか、まあいろいろ言われております。で、それに伴って私は思いました。これは、私、T-SIS のチャンネルが発展するチャンスだと。ね。仮にっすよ。次のバトルフィールド5が発売されるまでに、私の尽力で、BF の人口が伸びたとなっちゃう。あとやつい、ちょ、ま、待たれい。そう。もうこれは EA が私をスポンサーに選んでくれる。あ、ちょ、あ、まあ、EA が私をスポンサーに選んでくれるかもしれない。そのチャンスだと思いました。いや、熱い。そうなれば、同じく、ね、EA がスポンサーしているムチコさんと結婚するチャンスがあるかもしれない。熱い。はい。というわけで、じゃあその人数を増やすためにはどうすればいいか。はい。まあ、それはですね、新規を入れる。っていうのが、まあ、第一条件かなと思います。で、新規を入れるためにどうすればいいか。まあ、基本的に興味がある人は、まあ、他の実況者に任せましょう。私は、あんまり興味のない人をターゲットに、まあ、入れていこうかなと。興味のない人。まあ、男は多分大丈夫だと思うんですよ。男性は。これちょっとチャンスだ。よし、やっぱり壊してなかったな、これ。中に隠れてた連中。うまい。5、6キルしたから。まあいいでしょう。はい。で、まあ、どこの層が、まあ一番 BF に興味ないかな、というとなると、やっぱ女性。まあ女性もやってくれてる人は、もちろん、頑張って、もしくは、精力的に BF をやってくださっております。私も何人か、直接知り合いがおりましてね。はい。ただやっぱ男か女かって言われたらやっぱ女性が少ないと思うんですよ。で、その女性の中でさらに少数 BF をやってない層はどれか。まあ、ギャルかな。ライク！ギャルか。で、そのギャルを取り入れるってなると、まあ、どういうキャラが一番ギャル見てくれやすいかと考えたときに、まあ、やっぱヤンキー。はい。というわけで、今回はギャルを BF に取り入れるために、ちょっとヤンキーでやっていこうと、思います。はい。で、まあ、ギャルを取り入れて、ヤンキーのというキャラを演じる。それはどういうプレイヤーか、もうわかりますよね、皆さん。この茶番劇系 FPS YouTuber といえば、誰が？そうです。私、T.C. スンです。というわけで、今回は、ちょうど死んだんでね。はい。茶番劇って自分で言うと寂しくなるな。はい。というわけで、友達をまた連れてきました。ヤンキーの鬼塚シスキチさんです。というわけで、よろしくお願いします。 はい、まんじゅう。よろしく。うわ、やべ。よろしく、まんじゅう。俺の名は、鬼塚シスキチ、29歳。先ほど T シスンから紹介に預かった。まあ、29歳やけんど、ちょっと10浪以上してしもうて、まだ高校生じゃ。シャバいやろ。マンジー。まあ、ヤンキーやっとるとよく聞かれることがある。マンジーとは何ぞやと。そりゃお寺の記号じゃ。どうや、おもろいやろ。ダメか。まあ今回はとりあえずギャルを入れてほしい言うとるけん、提示するんだ。まあ今回尽力してやっていこう。まあギャルを入れる言うても一筋縄じゃいかん。まあそれなりの覚悟と努力が必要じゃ。だが待っとれ、提示する。ギャルが入った暁にはええ思いさせてあるけんな。ギャルのチャンネルとザギンで指数食わしたら。ほな、やっていくぜ。はい、これによるな。はい、バンジー。あ、シャバいわ、ほんま。あ、こっちもシャバそうなるな。おい、シャバい。やめろよ、シャバいな。ほんま。まあ、やっていこうか。はい。まあ、とりあえず、今回使っていく武器は、
SMG08 ちょちょばいあフェドシャバイの名前も武器のこのゲーム言いづらいんじゃ、マジマンジじゃ。おう、まあ、それまではまあリスポーンまで待機するか。あちょっとやりづらいの、ちょっとマンジじゃのこいつら、ほんまシャバイはシャバゾウがほんま。おう、ちなみにシャバゾウってのはあれらしいけど、シャバつまり一般ね、一般の小僧を指してシャバ像というらしい。はあ、マツコ会議で知ったわ。よし、やっていこう。あ、シャバイの本、あ、シャバイ。ちょ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 。ケツから刺すとはなかなかええ判断やんけ。やつはシャバないの。あ、非常に万事じゃ。あ、まったくもって、ほんま、こいつら、飛び道具なんぞに廃れやがって。ああ、まったくもってシャバ像じゃ、ほんま。あいつのシャバ像じゃ、ほんと。撃ってもしゃあないの。位置変えろかよ。よし、対戦車ロケットガンのぶち込んでやるの。よし、やっとこう。こっち来い、勝負しろ。捨て頃で勝負しろ。こっちは抵抗するで、チャカで。チャカで抵抗したの。しかし、3発のロケットガンを食らわすな、知らんがって。なかなかタフなやつじゃ。よし、やっていこうか。で、こっちは。なんか、いるような気がするな。どうせ、なんか、ここら辺のところやろ。うん、芋か看護兵がおるわ。おしゃ、芋じゃ。おとなしく芝刈り。あとは、俺の！あ、シャバイの、ほんま。なんか、ケツから来てないかの？来てないの？じゃあ、まあ、前行くかの。いや、こいつシャバイの。あ、飛んだっちいかんぜよ。おう、シャバイほんまシャバイの、ああマジマンジじゃ。ちょっと T シスの一応平成生まれなもんでな、ああ割と育ちが良かったけん、ちょヤンキーってどんなもんかよくわからんけん、やっていくで。これ右じゃろ、シャバイだ。左じゃったけん、ほんまシャバイわ。 SG の門増しとかほんまシャバイわ。まあ、ワイもことでようやるけど、まあ、人のこと言わるんけど、まあ、わしはええんじゃ。ギャルが入るけんの。みんな好きやろ、ギャル。うん。溶けてやっていこう。ギャルのためじゃ。ギャルのために、うん。やっていこう。まあ、とりあえずやっていく。こっちで危ないの。だからそんなこと関係あらへん。ワイヤ突っ込む。どうや、シャバいや。シャバい。マジマンジじゃ。いや。こんなことで、な、弱音を吐いとったらギャルは入ってくん。おい、奴らはこう、なんかこう、あらじゃ、なんかこう、イエーイ、おら、みたいな感じな野郎が好きなんじゃ。じゃんちょっと、エイムがまんじゅうやったの。うん、やばい。ちょ、一旦、一食野郎が。うん。はい、まんじゅう！よっしゃ、まんじゅうじゃ。見たか、あれが本当のマンジ見えんの、視界もマンジじゃ。ああ、誰だこれいけるの、エコで挟んどら。おし、やっていこうか。うん。なんかあいつパリピな動きしとったの。誰だ取れそうやの。あ、だからなんかちょっとパコパコ打っとるやつがおるぞ。え、マンジ。あ、ま、取られたの。クソ M じゃ。M がマンジっとる。ああ、うぅ、これ、でも左目も右にもおるの。音がバコバコ聞こえるぞ。よし、やったら。お、あいつ、芋やんけ。芋なんか楽勝じゃ。だからちょっと瀕死じゃの。時々隠れてリロードして、お、ちょ、まんじしに行こうか。はい。はい、まんじ。あー、こういう状況が。オッケー。いや、で、ま、ちょ、湧いた瞬間からナイスコンボじゃったき。もう、シャバいわ、攻撃が。マジシャバ。シャバいの。スポットからしてから撃とうが。見えんけんの森は。見えづらい。おシャバゾーが。オッケー。やっていく。ぐらい投擲じゃの、これは。おい、今回。はい。なんか死んだの。おい、まんじゅう。マジまんじゅう。やっていく。まんじ？オッケー。シャーリーナイはクリアしたけんの。味方、あとは入って適当に上げとってくれ。
わいはキルと俺に行くで。ギャルじゃ。お前ら一人一人のキルがギャルの入隊に繋がっていくんじゃい。お前らは未来の礎となっていくんじゃい。誇らしいお前。よしとれ。もう一人あるの。はい、まんじゅう。リロードじゃ。まだおるの。来るやろ。なんか。はい、まんじゅうじゃ。ちょ、ボタン間違ったの。これ、グレー飛んで死ぬパターンです。はい、まんじゅう。まあ、ブラボークで敵がうろちょろしてるのは大体ここやけど。はい。二人まんじゅうやの。奥や。50% も飛ばされるのどういうのか何回の。ちょっとした段差で。いや、まあ俺があの高さから飛んで着陸したら、着陸っておかしいの。まあ、着地したら、多分、自衛隊現役時代やったら、多分なんとかなるかもしれんけど、骨ボン出るかもしれん。突き出てくる可能性があるけど、危ないわ。BF の兵長やっぱ、超人じゃ。よし、湧いていこうか。お、おったの、シャバゾー。お、天に帰っとれ、シャバゾーが。わや天に帰った。おい、マツコ会議に見直してくれ。気合い込めて。マツコ会議であと思い出したけど、ちょっと前に、わい、アキネーターで、またエゴサしとったんじゃ。エゴサ。わい出るかな、思って。みんなアキネーターしとるかの。あ、そうじゃ。個人が思い浮かべた人物を AI が質問してその人物を当てるっちゅうアプリじゃ。で、その、まあ最近低指数のやつも、まあアキネーターに出てくれるようになったんじゃ。ありがたい話じゃ。はい。で、ただちょっと一つ気になることがあっての、あのアキネーター、質問して Y を当てるのはいいけど、その質問の中に絶対その人物は茶番劇をやっておりますかみたいな質問があるんじゃい。シャバいのあのマジンほんま。やかましいわ。まあ、茶番多いけどんの。T シスン。はい。まあ、それで。なんやったかいの。あと、あ、そうじゃ。あと、よく間違われること、ことの一つに、アキネーター関連だな。まあ、YO じゃない。T シスもまた、ちょっとエゴさして、ると、アキネーター。絶対、なんかあの、TIRって何かね、TIE のルーさんに連れて行こうとするんだよ。嬉しいけどの、嬉しいけど、ちょっと、それで、なんか、恐縮じゃの。あの人、今現在進行形で我々 BF プレイヤーの先陣を切ってやってくれとるお方じゃけんの、まあ、間違われるのは結構嬉しいけどちょっとなんか申し訳ない気もするの。どうでもいいけどあの T シスン一時期すっげえ口悪かった時期があるやと。あいもうやばい撤退じゃ。あれ、なんでかっていうと、ルーカッカの真似をしとったんじゃ。全然ギャル関係ないの、この話。だからちょっと、ネタもなさそうだったんで言ってみたわ。まあ、試合も終盤やけどの、気合い入れて、ギャル入隊活動を引き続きやっていこうか。まんじゅう。走行列車がちょっとあれじゃん。おるの。で、なんかまた引いてったの。なかなかできる走行列車じゃ。これ褒めたらあいつはしゃぼない。というわけでやっていくで。こっちから行こうか。なんか敵おるの、どうせあの MG のところ。あ、出てきたわ。ちょうどええかもじゃ。ムンジ。で、こっちは誰向けて撃っとったんじゃ、あの味方は。わいや味方やで。よし。おっ、だんだん、ちょっと多いの、これ、ここ。まんじゅう。まあ、ええやろ。敵に圧はかけられ、敵に圧はかけておけた気がするの。
まあ、引き続きやっていこうが、アルファが取られておるの、危ないの、うん、さっき列車引いていった言うとったけど、間違った、押していったんじゃ、ああなんかちょっとどっちが自分のベースかもわからんなりかけとるの、ちょっとやばい証拠じゃこれ、頭が。おかしいの、一応わいは高校で偏差値120を自負しとったんじゃ、あれは幻覚やったんやろ、お前やろ、チケットはもう残り少ない、ここら辺の敵、B 長の敵を適当にキロして、しまいじゃ、お前もしまいじゃ、まんじゅう、で、あとはこっちおるの、いっぱいおるのこれ、テレビ弾投擲して、これ敵と死ぬやろ、一人か、あんま美味しゅうないの、まあ、状況も終わったわ、まあだからまあ勝利できたけんいい感じじゃなかったけど、これでもうギャルでウハウハじゃ、みんな喜べ、明日からもうキャピキャピになるけんの BF は。おし、というわけでまあ目的は達成したと思いたい、まあ、結果はまだ出んけどな。ではさらばじゃ。あ、このヘッドホンはシスキチの。お、試合も勝っているようだな。いいぞ。はい。というわけでまあ、今回、バトルフィールド1、布教活動の一環として、ヤンキー、シスキチに頑張ってもらいました。はい。ちょっとデス多いな。はい。無双とは言えんな。KD4 ぐらい欲しかったところだが、はい。まあこれでまあ、明日から、ね、いい匂いするよ。バトルフィールド1。うん。ギャルが入るから。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。というわけで、まあ終わります。